どうも皆さんお疲れ様でございます。これから一般会計決算予算審査特別委員会を開会します。全員出席しておりますので会議は成立いたします。審査日程の2、一般会計決算予算審査特別委員会の総括を議題いたします。改めて昨年6月からの設置時からお疲れ様でございました。それでこれまでの当委員会の調査や審査を踏まえ、今後の砦の審議会としての一般会計決算予算に対する調査審査の方法を見出していきたいと思います。まず最初に各会派ごとに検証結果や今後の考え方を報告願います。最初に総和会金沢委員。はい、金沢です。今赤羽委員長の方からありましたように、昨年の6月から、ね、この特別委員会を作って、皆さんで慎重に、そしてまた深く掘り下げて審査審議をしてきたわけですけれども、我々の会派で、みんなでこうどうだったかっていう、その総括そして今後のあり方についてお話したときに、この今までの何ヶ月、9ヶ月のこの一連の流れというか、この動きは今後も継続した形で決算を予算に反映させて、でしっかりとした予算を審議してという形を続けていく形がいいであろうというような意見でありました。で、今後については、次の定例会が6月になりますので、当然6月の定例会では補正予算等々出てくるのが想定されますので、その補正予算に対応するためにも、6月の冒頭でこの一般会計の決算予算、今回も同じような形で特別委員会という形で作って、予算は分割せずに、予算この特別委員会に一括で付託して審査をしていくという形が、良いではなかろうかと。でその今後については6月に作る、この特別委員会の中でよく議論をしていただいて、今までよりさらにいいものにした形での、取り出し議会での決算と予算の審査ができるような形を取っていくのがいいんじゃないかというような結論を出しました。以上です。はい、お疲れ様でした。で次に未来維新。会派未来としては、今回特別予算委員会が立ち上がりまして、本当に予算に反映できるところまでできたところには評価をしているんですけれども、前回常任委員会を立ち上げてっていう話が出てたところ、未来会派としては年2回の特別委員会を、これまで通りやり、一般会計補正予算の部分は今総和会の方でも出ました通り、その特別委員会で審議してもいいというところで、話はまとまっているんですけども、結局常任委員会を立ち上げにしても、やはり6月だとちょっと中途半端になるのではないかということで、もう1年特別委員会としてやって、その後半の2年間を今回検証したものを反映したらどうかということで話はまとまっています。あとはうちの会派には監査が、山の日監査がおりまして、監査にも聞ける部分があるので、そういった部分を、監査に、聞きながら、何かこう進めていければいいんじゃないのかなということも意見には出てました。やはり別にその特別委員会でやらなくても監査に聞けるところは聞けるんじゃないかというところで、意見は出てたんですけども、一応そういうところまではまとまって、きましたので、はい、以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ次に公明党総務委員。はい、今お二人が言ったような流れとほぼ一緒でして、去年の流れが非常に良かったので、その感じでやっていきたいということで、なりました。で先ほどあったように、常任委員会とか、いろいろありますけども、どうしても任期っていうか6月始まりになってしまいますので、それをどこかのタイミングで私たちの常任委員会の任期と合わせた方がいいんじゃないかというような話も出てました。以上です。はい、ありがとうございました。では次に日本共産党赤土委員。はい、うちの方で、
どういうふうに考えるかということでやりました。それでやはり全員が、議員全員がどうしたらこの予算決算に関われるかという、ここがやっぱり大変大事じゃないかということに、いうことで、そういう意味では特別委員会を、作ってそこに付託をしますが、各常任会で分科会としてそこでも審議すると、所管についてですね。ですから所管に参加できない議員は当然まあ付託日の質疑でできるわけで、そういう点では各常任会にを分科会としてね、付託してやるということによって、全議員が決算にも予算にも何らかの、そのところでね、深めた審議に参加することができるということで、その方式がやっぱりいいんじゃないかということです。それが一つです。で、補正についてもやはり、各それぞれの常任会の中で、質疑をやると、審議をするということがいいんじゃないかと。それから特別委員会はもちろん特別委員会を作りますからね、特別委員会を作った上で各常任会に分科会として付託をすると、設置して審議をするということになります。それから総括質疑についてですが、やっぱり政策的に異なる、やっぱり基本的に異なるようなところについて、やっぱり総括質疑を一つにまとめるっていう点ではやっぱり無理があるではないかと、だからそこのところはやっぱり総括質疑は、もう少し、そこについては検討する必要があるというふうに、の意見です。大体そんなところです。はい、はい、ありがとうございました。最後に向早クラブ根岸委員。はい、根岸です。私たちも今年度のその1年間やってきたその流れというのは評価はしております。ただしですね、やはり全員で取り組むっていう形が必要なんではないかというところと、あと、一番大きくちょっと提言しといいますか、提案したいことがですね、予算と決算を、まあ、流れ一体化した形で、まあ、今年度、特別委員会としてやってきたんですけれども、予算の審査の目的と決算の審査の目的って違うと思うんですね。予算はもうずっと補正予算も年間通してありますので、予算は、年間通して、まあ、できれば常任委員会化して通年でいつでもこう、議会を招集できるっていう形にして、継続してその政策だとか事業に対してだとかっていうところを審議していく場とする。で、決算はもうあくまでその、過去のことについての精査であって、こう、まあ、無駄がなかったとか適切にこう予算執行されたのかとか改善した方がいい点などがあればそこをこうついていくっていうところが目的になるので、こちらは特別委員会として9月から12月までみたいな形でその、特別委員会という形で予算と決算を別々に委員会化して、まあ議員はどちらか、まあ、12ずつにしてどちらかにこう、うん、所属をして、まあ、その目的別にしっかりとこう注力した形で取り組むっていう、形をちょっと提案したいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。以上で各会派の考え方や今後についての発言が終わりました。委員間討議によって考え方を協議します。
どなたか発言を求めます。意見ありませんか。はい、総務委員。向井派さんのちょっと分かんなかったんですけど、去年これ始まった時に決算をしっかりやってそれを予算に生かしていこうということで決算予算特別委員会って名前なんですよね。そうしますと先ほど言ったのは予算予算決算は決算で全く違う人間でやるってことですよね。予算というのは今予算通ってその後常任委員会でやってると思うんですけど、そうじゃなくやるわけですね。はい、根岸委員。まあ今年度は決算審査をしたことをまとめて提言という形で執行部に提出をして、それがどのようにその令和3年度の予算に反映されたかっていうところの観点からも今回審査をしたかと思うんですけれども、ただそれってやはりその決算なんていうんですかね、決算をこうじゃなくて予算自体決定されるのって本当にもう6月7月からこう実際こうなんていうんですかね、町内では調整が始まってもう12月ぐらいではほぼほぼ決まってくるわけですよね。でそこからその3月までの間にその実際にその決算で審査したことを本当にどこまで反映できるのかっていうのがその時期的なものでやはり難しい、直接っていうところにはなかなかこう反映っていうのは難しいだろうというところで、まあその予算は予算、決算は決算っていう形には見えますけれども、実際はそのまあその委員会に所属していなくても他の議員もしっかりとこう質疑できるようにしていけばいいわけですから、それがこう別々の人間が別々の形でやるっていうイメージではなくてなんですけど、多分全然分かんない。はい、遠山委員。あの向井派の方で言おうとしてるのは分かるんですけど、別々にやるっていうんだからね。でもやっぱりよ、あの財政って流れてるんで、あのやっぱり決算をよく審査していろいろな政策的なことも含めてね、でそれをむしろ予算に、次年度の予算に生かすっていうことではむしろ決算が大事だってねよく言われてるんで、やっぱりそこは一緒にやれた方がいいのかなっていうには思ったんですけどね。あとね、全員財政問題っていうか財政にね関わるっていうところでは私たちも同じ意見なんですけど、あの公明党の方では、今回と同じような形でっていうことでは、そうすると全員は財政には関わらないのかなって思ったんですけど、まあ、各会派でねあの十分話し合いっていうか協議はしてくるんですけど、その辺は何かこうあの会派で話し合いで出ていなかったですか。はい、あの確かに全員でやってる議会あります、ありますけども、おそらく取手市議会全員でやったら今の3倍ぐらい時間かかると思うんですけど、その辺どのように思います。富山委員。あの先ほどうちの方の会派長の関戸委員の方から報告ありましたけど、あの全員が関わるために分科会式でこう分けて、それで特別委員会なり、あとはまあ常任会式、まあ、その辺はどっちでもいいやっていうのは変なんだけど、いずれにしてもそこは代表になると思うんですけど、そこへあの所管で審査したものを返していく、そういう形で捉えたんですよ、常任、はい、あのそうするとちょっと私の方から質疑しますけども、あのいいでしょ、一応答えします。はい、あの発言してよろしいですか。はい、あのそうすると一般会計の予算を
分割付託するみたいな形になりますね。あの各常任委員会に分割付託、まあ、先ほど分科会とおっしゃいましたけれども、常任委員会と分科会は同じような形でという関戸さんのお話でしたので、そうすると、わざわざ分科会を作らなくても、それから特別委員会を作らなくても、一般会計あの予算を各常任委員会に分割付託という考えで共産党さんよろしいわけですか。はい、遠山委員。でしょあのまあ、以前は藤代もそういう形でやってたんですけど、そうじゃなくて、やっぱり特別委員会なり、まあ、常任委員会方式でもいいんですけど、あの市の財政はなんていうかな、そこは一本みんなで見ていこうっていうのはあってもいいのかなって、今回ね、あの、まあ、みんなで調査したり、いろいろこうやってきたんで、それはそれでなんかいいかなと思ってるんですけど。ただ全議員がどうやったら関われるのかなと思ったときに、あの各常任会で所管事項をちょっと審査する、でそれを特別委員会なり、あの一本化したところで持ち寄ってさらに、まあ、深めるというか、まあ、歳入はどうしたらいいかなというふうには思ってるんですけど。でもちょっといいですか。どうやったら全員が、そうすると、うん、特別委員会作る必要ないんじゃないですか。あの 全議員でやるんだたらば本会議で十分ですし、それで分割付託を各常任委員会にして、それをまとめたところは本会議、これは普通の議案と一緒ですよね。わざわざ特別委員会を作る必要はないという形になると思うんですけども、特別委員会を作る意味というのは。はい、関田さん。各常任委員会で付託した場合に、常任委員会によって異なるあの、採決というかね、あのが出る、そういうことが当然 あります、うん、ですからやはり特別委員会を作っておいて、その上で各常任委員会を分科会として位置づけて、そこで審議をして、それを特別委員会に、あの最終的には特別委員会で結論を出すということになると思うんですが、はい、すいません、あの事務局に確認したいんですけども、今あの24人全員で、まあ、あの審議したらどうかっていう中で、取手市議会は特別委員会を設置して、各会派から代表者が出てこれまで審議したんですけども、これもし24人全員ってなった場合、特別委員会ではなく、あのどういう形になるんでしょうか。はい、はい、事務局答弁お願いします。じゃあ有機委員。結局議案というのは一体不可分という、決めがあって、それを分割して、扱うことはできないという通達みたいなのが出てるんですよ。それで特別委員会を作って、その特別委員会の中で、まあ、あの付託をした中でやるっていうことから、特別委員会とか常任委員会っていう形ができてきてるわけです。で、多分共産党さんが言ったのはちょっと違うんですけど、今いろいろな議会で、私この間言いましたけども、全員でやり始めているという意味は、まあ、常設の委員会を一つ作るんです。で、一つ作った中に、そのまあ、それぞれの委員会、あるいは常任の委員会を分科会として入れて、で基本的には一つの予算決算委員会の中でこの議案を扱うから、いわゆる総務省から出てる通達、ここに関しては当たらないという考え方をしてるんです。で、実は私、龍ヶ崎に聞いたらば、龍ヶ崎は今回コロナで分割付託したそうです。あの各常任委員会に分割2つで予算をした。で、筑波未来なんかは一般会計補正予算と本予算と別な特別委員会を作って審査しています。だから各自治体によってやり方はいろいろです。ただこの通達が出てるのは、一つの議案を分割してやっちゃいけないよっていうことが出てて、で、まあ、実際やってるんですけどね。だからそれを回避するために特別委員会を、まあ、常設の委員会を作ったら、そこに委員会を分科会として入れて、その中で一つの委員会として取り扱ってるっていう、こういうやり方です。だから多分それを共産党さん言いたいでしょうけど、ちょっと考え方が分かりづらいというか、
もうちょっといろいろ調べた方がいいんじゃないかなというふうに思って発言いたしました。はい、維新。まあ、それであれば、まあ、今まで通り各会派から代表者が出て、その会派の意見を予算決算の特別委員会に反映してきていると思うので、24人全員で審議する必要はないのかなと私は思います。はい、その他のご意見。はい、根岸委員。はい、先ほどの予算と決算を分離する話は取り下げますちょっと私も説明がうまくできないので、それではなくて、どちらかというと共産党さんの方式の方でちょっと考えていただきたいのが、その全員で予算決算委員会は常任委員会しかします。で、補正予算に関しては今の3つの常任委員会で、まあ、分割付託みたいな形で審査をします。で、予算決算については今先ほど今回と同じように会派代表ということだったんですけれども、会派ではなくて各常任委員会から総務福祉建設から代表者が集まって、まあ、特別委員会方式で決算と予算はやるっていうことではどうでしょうか。はい、すみません、会派代表が一番公平で、委員会代表になったともし多数決で決めたら少数のところは誰も出れない可能性が出てきますけれども、それでもいいんですね。はい、金沢。はい、私も根岸議員に一つ確認なんですけど、3月の当初予算は、まあ、特別委員会なり常任委員会予算関係のところで審議をすると、で補正予算だけ分割付託すると、何の違いがあるんですかね、それは。はい、根岸議員。そのより所管下での所管下としての追及だとか判断だとかっていうところにつながるかなと思うんですけど。金沢。それは当初予算は別にそんなに細かく審議しなくてもいいけれども、補正予算は細かく審議しなきゃダメだよっていうふうに聞き取れるんですけど、そういう意図ですか。根岸委員。はい、そういう意図はございません。金沢。もう一回聞きます。当初予算は、まあ、予算委員会であります。で補正予算、まあ、去年と11回かな、あ今年度か、今11回かな、その補正予算は各常任委員会に分割付託しますと。その当初予算と補正予算の扱いの違いの理由は何ですか。はい、根岸委員。そうですね、全員が関わる方法としては、その常に24人で動くっていうのはやっぱり無理があると思うんですね。なのでそのやっぱりボリュームと、まあ、補正っていうのは結局その当初予算に対しての追加だったりとか期中でのその変更だったりとかっていうところなので、そこは分科会的なところで必要があればその、まあ、本会議使ってでもできますからっていうところでしょうか。はい、ゆうき。さっき私が言った一つの議案を分割付託してはいけないっていう、まあ、この通達が本当にね昭和29年に出てる通達だから、果たしてこれが今でも生きるのかどうかっていうのは別の問題として、特別委員会が出てきた背景としては、昔の自治法っていうのは一つの常設の常任委員会しか入れなかったんですよ、議員そのものが。それなので特別委員会っていうのを作って、そこで予算、まあ、決算やったっていう流れがあって、今僕ら入っていいんです。常設の委員会2個入っても大丈夫な方に自治法が改正されて5年か6年ぐらい経ったかな。なのでそれで今常設化しようってする動きが
他の自治体議会で出てきているっていうことなんですよ。なのでさっきまあうちの会派長からも話出ましたけれども、とりあえずうちの会派としてはあと1年特別委員会でまあそのまま同じような形で決算予算やってみて、その間に同時進行でじゃあどういう形の決算予算特別委員か常設がいいのか、そこをちょっとまあ勉強する。あの周りの議会見たっていろんなやり方してるところがあるんです、うちの周りでも。だからそういうところで砦の市議会にとってどれが一番いいのか、それをちょっと勉強しながらとりあえずこの1年は同じパターンでやってみたらどうかっていうのが私たちのまあ考え方なんですね。だからやっぱりみんなもうちょっと勉強した方がいいんじゃないかなと私自身が思います。はい、はい、その他ご意見ありませんか。はい、すでに、はい、そうですね、まあ、来年度もあとでこの委員会という形で、進めていくという形になるとは思うんですけれども、うちの会派としても、まあ、とりあえず、今年度 その決算からの、まあ、予算の、この反映というのをどれぐらいちゃんとされているのかというのを検証するところからまた始めなければいけないというところで、この検証をまあ終わってで、また決算、前々年度の予算上がってきて執行した前年度予算やったものをまあ決算で審査するという形になると思うんですけれども、で、まあ、任期もあると思いますし、1年1年ですね、やはりそのまあ決算が予算にどれだけ響いてきたのか、あとはその予算の審査をしたのが1年半後の決算にどれだけなってきたのかっていうのを1年単位でしっかりと引き継ぐじゃないですけれども、まあやりきるという形でこういう委員会をそのまま進めた方がいいのではないかという話は出ておりました。以上です。はい、その他何かご意見ありませんか。はい、石井どうぞ。すみません、検証にあたって、まあ、このメンバーでやって次の任期の時に2年単位でやっていくか、そうではないってことで、ね、ありがとうございます。はい、金沢委員。あくまでも今こうしようよって言ってるのは、6月に新たな特別委員会を設置しようということなので、まあ各会派からメンバー出てくると思うんで、まあ、会派ごとにね同じメンバーで行くよっていう会派もあるでしょうし、入れ替えましょうっていう会派もあるでしょうけれども、まあ、そこはね各会派ごとの決定になると思いますので、まあ、とりあえず皆さんいろんな意見ありましたけれども、まあ、概ねねその6月、まあ、もう次の6月には、ね、補正予算がもちろん出てくるわけですから、その取り扱いも含めて、ね、それまでには決めないといけないと思いますので、とりあえずもう一回同じような形でやるっていうところでいかがでしょうか。はい、ゆうき。それでこれも話したんですけど、私たちの任期が2月の14日じゃないですか。それで1年ってしてしまうと予算の時に2月14日がもう来てしまうので切り替えになっちゃうから、ここだけは特別委員会にしておいて期間を、まあ、3月の、議会が終わるまでにしておけば、まあ、とりあえずはその間1年間今回と同じような形でできるんじゃないかって話なので、一応補足として期間とかは、うん、まあ基本的には議運だけど、まあ一応そんなような考えがいいんじゃないかっていうことです。はい、今金沢委員の方から議運って話が出ましたけども、確かに最終的に決めるのは議運です。ですからここで、話し合ったことを議長に報告をして、議長から議運に諮問をしていただく形になります。手続き的にはそれでいいんですよね。はい、はい、そうしますと、まあ、大体話がいろいろ出てきたんですが、今回みたいな形でもう一回やってみようと、でその間にまた来年ではなくて来期のこの決算予算をどうするかということをその委員会の中でも お互いに考えながら、その委員会審議をしていこうというような結論でよろしいんでしょうか。はい、では
今お話ししたような形で、議長の方に報告をしたいと思います。これにご異議ございませんか。はい、異議なしでございます。したがって当委員会の取り組みによる今後の一般会計決算予算への議会の審議あり方については、先ほどお話した通りとして議長に報告することに決定しました。審査日程の3、その他ですが、委員から何かございますか。はい、事務局からはありませんか。はい、なしと認めます。以上をもちまして、一般会計決算予算審査特別委員会を閉会します。本当に皆さん、長い間お疲れ様でございました。まあ、任期は3月31日までですけれども、実質的には今日で終わりということになりますので、本当にご協力ありがとうございました。